参議院の蓮舫です。先ほど来、大井町駅に前をお借りをいたしまして、大きなマイクの音で大変お騒がせをしておりますが、ご容赦ください。金曜日から東京都議会議員選挙が始まります。蓮舫からは立憲民主党の仲間、品川からは安倍由美子、安倍由美子さんをぜひお支えをいただきたいとの思いで、一言だけお伝えさせてください。今日、東京都の新しい感染者が600人を超えたと発表されました。明らかに下げ止まりからリバウンドの傾向が見えています。非常に残念です。多くの皆さんに我慢を強いて、不便を強いて、お子様からご高齢者の皆様方に、あるいはお店を展開している皆様方に、リモートワークできなくて混んでる電車に乗っている皆様方に、さまざまな我慢を強いているのに、さまざまな不便を強いているのに、感染が止まらない。デルタ株、インド株の感染力は今までの2倍以上です。本当に緊急事態宣言を解除してよかったんだろうか。もう一回今のままのまん延防止等重点措置でいいんだろうか。国会で議論すべきだ。私たちは3ヶ月の会期延長を提案したけれども、自民党公明党に却下をされました。ならばせめて国会を閉じている今、厚労委員会で命の問題、内閣委員会でオリンピックの問題、あるいは財金委員会で赤字があるの問題、財務省が公文書を改ざんした問題を議論しようじゃないか。昨日提案をしたら財務省の問題は却下をされました。厚労委員会と内閣委員会はなぜか、明日にでも議論できるのになぜか、東京都議会議員選挙が終わってから再来週、その翌週と3週間後になりました。自分たちに都合の悪い議論が展開されるのは選挙の後にある。私はこの自民公明政府の姿勢にも非常に残念です。コロナの問題は与野党ありません。命を守る責任は国会議員にも都議会にも区議会にも議会で選ばれた人たちが全員にある。だから議論する場所を私たちは求めている。それが拒否されているからこそ、どうか品川の皆さん、東京都の皆さん、日本で唯一東京都民の皆さん、品川区民の皆さんだけが今の思い、大丈夫だろうか、不安の思い、不満の思い、唯一ぶつけられるのが金曜日に始まる東京都議会議員選挙です。どうか蓮舫の仲間の安倍由美子さんにご期待をいただきたいと改めて思う。なぜか今の政府、与党の水際対策がいかにざるであるかというのも今日また明らかになりました。ウガンダから来られたオリンピックの選手団9人のうち1人が陽性になった。この人たちは菅総理が言う安心安全の根拠である2回のワクチン、2回の PCR 検査を受けて、そして成田空港について抗原検査で1人が陽性となった。ところが3日間濃厚接触者の調査をしないで、そして昨日全員が濃厚接触者だったことが明らかになったら、今日新たに1人検査で陽性が判明しました。集団感染のリスクが否定できません。たった9人の選手が海外から来られただけで、もう2人が感染症の陽性と判明した。オリンピックでは10万人の海外からの方がやって来られます。2週間後には海外から選手団の来日のラッシュが起きてくる。すり抜けるんじゃないですか。感染力の高い新たな変異株が入るんじゃないですか。品国日本で水際対策、安倍さんは間違えた。武漢が発生した時に中国人の来日を止めなかった。去年の12月菅さんも間違えた。英国株が世界で猛威を振るったのに GoTo キャンペーンをやっていた。だからもう二度と同じ間違いを繰り返さないように、緊急事態宣言延長、再びの延長、解除、リバウンド、そしてまた宣言。東京のこのリバウンドの兆候を見ると、もう一回また皆さんに残念な思いをさせなければいけない。
選挙が始まる都議会議員選挙です。小池都知事、早く治っていただきたいと思います。リーダーが不在の発信というのは非常に脆い。だからこそ都議会議員には真っ当な人を選んでいただきたいとも皆さんにお願いさせていただいております。協力をしてくださる事業者の皆様方、我慢を強いておられる国民の皆様方、自粛と保障はセットだ、その議論と提案をするのが都議会です。どうかその意味でも政治に、こちら側の皆様、東京の皆様には関心を持っていただきたいと改めて思います。阿部由美子さん、15年前に品川区議会議員として初当選をして、不妊治療を受けて、授かった子どもの育児と仕事の両立、まだ全く身に慣れない時から率先して実現をしてきた。もともとは新聞の記者をしていた。その新聞社の記者としては社会部で女性第一号の記者でした。社会部というのは事件や事故を扱う、昼夜を問わず取材に飛び出ていかなければいけない。出会った人たちは弱い人たちで、被害者で、自分の思いをどこに向けていいかわからない、救済の方法もわからない。その人たちと向き合って生の声を聞くうちに、政治がおかしいということに気づき出した。そして品川区の区議として、そうした弱い人たちの声をこれまでも代弁してきました。男だ女だ、年齢を問わず多様性を当たり前に、人の優しさが分かる、人の痛みが分かる、そんな社会を作りたいと阿部由美子はこれまで実践してまいりました。どうか品川の皆さん、多くの皆さんに蓮舫の先輩でもある阿部由美子さんを都政に送っていただきたい、都政で働かせていただきたい。今こそ議会の力です。リーダーでも判断を間違える時がある。だからそれを止める力は議会にだけある。その議会で働く人を選ぶ選挙が今週金曜日に始まります。蓮舫の仲間、阿部由美子さん、品川からぜひ送っていただくことによって、国政と都政、区政を私たちの仲間で結ぶことによって、この中の皆さんの頑張りをなんとかなんとかお支えをして日常を取り戻したいと本気で考えております。改めての私たちのお伝え、立憲民主党阿部由美子、阿部由美子への応援を心からお願い申し上げ、蓮舫からのお伝えに返させていただきます。立ち止まっていただいてありがとうございました。どうかよろしくお願いいたします。蓮舫先生、ありがとうございました。ただいま、応援のメッセージをいただきましたのは、立憲民主党の代表代行、蓮舫参議院議員でございました。今お話もありましたように、いよいよこの金曜日から都議会議員選挙が始まります。私たち立憲民主党はこの品川区で阿部由美子区議会議員を全力で、この都議会に送るために、選択を行っております。行ってまいります。どうか皆様から最大のですね、力をいただきまして、この都議会の改革、東京都をより良くするためにお力をいただきたく、心よりお願いを申し上げます。本日の街頭演説会、これにて終了させていただきます。誠にありがとうございました。